ある小さな家にビー玉の三兄弟が住んでおりました。ビータ、ビースケ、ビーゴロー。三人は仲良く暮らしていましたが、ある日。なんと兄弟の二人は敵に捕らえられてしまったのです。ビースケ、どうする？ビー玉ビースケの大冒険。ビースケ、兄弟は塔の上に囚われている模様。敵はまだ気づいていないぞ。健闘を祈る。行くぞビー玉ビースケ、敵の陣地に潜入。救うぞ兄弟、待ってろもうすぐ。いきなり捕まる、しかしなんとか切り抜け。負けるな、頑張れ、進めビー玉ビーすけ。ビーすけ、敵の陣地は入り組んでいてなかなか入り込めないな。しかしもうすぐだぞビーすけ。この辺でおしまいとしましょうかな。はい、それではさようなら、ごきげんよう。いや、コジさん、大事なもの忘れてませんか？ん？んじゃなくてビースケですよ。ビー玉ビースケの続編。そうでしたな。もう危ない。ある小さな家にビー玉の三兄弟が住んでいました。ビータ、ビースケ、ビーゴロー。ある日、ビースケはビータとビーゴローのために勇気のどんぐりを森へ探しに行きました。いくつかの谷を越え、細道を渡ったその先に、あ、どんぐりだ。うわー、なんと黒玉の罠にはまってしまったのです。どうなるビースケ。ビースケを救え、ビー玉兄弟の大冒険。どうやらビースケは敵の黒玉軍に囚われた模様。ビータ、ビーゴロー、君たちにならできる。成功を祈る。ビータとビーゴロー、敵の陣地に潜入。きっと救うぞビースケ、待ってろもうすぐ。いきなり見つかる、よし二手に分かれて。怖いが大丈夫、ビータとビーゴロー。ではこの上のエリアに囚われている模様。見張りに気をつけろ。ビーゴローは上に行け。ハニーのビータは下で待機せよ。
助縄をほどくぞ逃げろ下で待ってる兄さん二人に駆け寄る急いで逃げよう見張りの目をかいくぐり見つかったジャンプだ危機一髪で助かるいつでも希望を胸に抱いて望めよ知恵と勇気と絆と三つの宝物敵の真ん中息を潜めて進む神様我らに力を与えてくださいしまった諦めるの頑張れビスケ頑張れ兄弟やったとさん兄弟ビスケ